でございます聴者が教えてくれない営業のこと、今日はアイスブレイクの本当の必要性と話すべきことということでテーマでお話をしていきたいなと思うんですが、まあ、人間が提案を受け入れやすいときから考えていくとですね、えーまあ、このアイスブレイクの必要性と話すべき内容って見えてくるかなと思っています、まあ、人間が〇〇が良いときは提案を受け入れやすいということで答えはですね機嫌が良いときなんですよこれも社内外問わずですよあの人間機嫌が良いときっていうのはちゃんと話を聞いてくれてあの提案の受け入れ率というか あの成功率上がりますので、あの特に社内接種とかでとか、ね、有給の申請とかですね、そういう時はですね、愛上司が機嫌が良い時を選んでいただきたいんですが、これ営業の外部との商談でも全く同じでですね、相手が機嫌が良い時の方が、当然、提案、クロージングの確率も上がってきますと。なので営業が やるべきことというのは、この機嫌をどう調整、コントロールしていくかというのはすごく大事なことで、まあ、要はアイスブレイクのポイントというのは、相手の今のご機嫌の確認とご機嫌アップをするためにアイスブレイクをしているんだということですよ。なので、まあ、相手が今緊張している状態、あの仕事が忙しいときというのは機嫌が悪くなりがちというのは調査で分かっているんですけども、まあ、そういったところを少しでもほぐすというところ、まあ、アイスブレイクというのは、アイスですよ、凍っているものを壊すということなんですが、まあ そういう相手の負の状態、ネガティブな状態っていうのをまあ解消するで解消ができなかった場合というか現状今どういう状況なのかって確認するのがアイスブレイクの目的なんですよね。なので話術に長けてる人であれば初回の訪問からですねなんか面白いことを言って笑顔を作り出すみたいなことができるかもしれないんですけど私そんなゲートできないんでね。 っていう人、まあ私もそうなんですけど、っていう場合は、いきなり初回の訪問で、爆打的に今どうでしょうみたいなクロージングをかけるんじゃなくて、まあ改めサービスの概要とか自分の自己紹介をしっかりするのと合わせて、相手の機嫌が良くなるパターンをヒアリングするっていうのはすごく大事なことなんですよ。なんで、アイスブレイクで趣味とかプライベートの話をする必要性があるっていうのは、これ結構大事なポイントで、相手が機嫌が良いタイミングであったりとか、機嫌が良くなるシグナルを見つける っていうことなんですよね例えば私ずっと野球やってたんですけど、野球の話をしたときに、阪神ファンだったと仮定しましょう。阪神ファンだった人ですね、野球が好き、阪神ファン、阪神が好き、阪神が勝った、機嫌が良いっていうのは、これ冗談っぽいですけど、野球好きの、阪神好きのおっちゃんとかだったら、ガチであるんですよね。でこれ逆に巨人が勝った人だったら、機嫌最悪みたいなことか、仕事にそんなもん持ってくんねんみたいな話なんですよ、本当は。なんですけど、言って人間なんで、相手は。 なので、この阪神が勝った次の日に提案をすれば、こっちの提案が受け入れてもらいやすいみたいなことっていうのは、冗談っぽく聞こえますけど、ガチであるんですよね。なので、この相手が機嫌が良くなることとか、機嫌が良くなるタイミングを知っておけば、提案のタイミングも見えてくるということですよ。なので、この機嫌の良さをいかに知るか。 とか、相手の今の機嫌をいかに知るかっていうことは、この営業の中ですごく大事なポイントで、かつこのアイスブレイクでやるべきことなので、趣味とかプライベートの話をしましょうっていうのは、ただその話をすればいいではなくて、相手の機嫌が良くなるシグナルを見つけるために行ってるんだ,だ、そういうための会話なんだって意識していただくと、そのアイスブレイクの会話っていうのをしやすくなるかなと思いますので、今日はこの機嫌っていうところがアイスブレイクが非常に重要なキーワードなんだっいうことをお話しさせていただきました。本日は以上です。営業チャンネル。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。